2018年4月3日21時48分バスケットボール男子の U16、16歳以下アジア選手権は3日、中国の仏山で行われ、1次リーグ D 組の日本はインドを 109-57 で下し、開幕2連勝とした。4日の同組最終戦で韓国と対戦する、共同、今、あなたにおすすめ。